1828年の楽譜の表紙、オリー・ハクシャクは、ジョアキーのロッシーニによる、フランス語による二幕からなるオペラで、オリー・ハクシャクや、オリー・ハクシャクとも表記される。1828年8月20日にパリー・オペラ座で、初演された。リブレットは、ウジェーヌス・スクリーブとシャルル・ガスパル・ドレストル・ポ・アルソンによって作成された。1910年上演時のラストシーン。 セミラーミデを最後に、イタリアからフランスへ移住したロッシーニは、イタリア座の式に加えて、オペラの新作を書くという旨の契約を、フランス政府と結んだ。ほどなく1824年9月に、ルイ18世が死去し、ロッシーニは深国をシャルル10世の即位を祝う、作品を書くように命じられた。それが1825年6月19日に、初演された、ランスへの旅である。 作品は成功を収めたが、ランスへの旅は体感式用の機械作品だったためにロッシーニはそれをそのままお蔵入りにしてしまう。ランスへの旅の成功の後、ロッシーニは元の計画に戻り、フランスの劇場との仕事を続けた。その間に持ち上がってきたのがオリー・ハクシャクで、作曲は1828年7月頃行われた。フランスの歌手たちに、 ベルカントの技法を習得させる必要がある一方で、作曲するロッシーニにとっても、台本作者にとっても、非常に制約を課された作業となってしまい、台本作者の一人スクリーブは、初日に、自分の名前を載せないように依頼するほどだった。そこでロッシーニは、自分も、台本作りに関与する形でこの作品を成立させ、1828年8月20日に、 パリオペラ座での上演にこぎつけた。観客の反応は好調で、高色なオリー伯爵が故障と片思いの女性の手によって散々に打ちまかされる内容を楽しんでいたが、他方イタリアでは、モーツァルトのコジファントゥッテと同様に不死だらな話として指弾され、話の内容を変更して上演しなければならなかった。イゾリエ役を演じたコンスタンス・ジャビュレック本作は、 ランスへの旅の音楽の大部分と12の付加曲からできている。本作はランスへの旅の中にあったロマン主義的な感性に基づく穏やかな皮肉を取り込んで、それをさらに発展させた風刺とウィットに富んだ作品である。またその一方で新たに書かれた第二幕の有名な三重賞における発展ぶり、すなわち声と楽器の感性の細やかさや、 その洗練の度合いにはベルリオーズさえもが目を見張ることになった。特にメロディの純粋さがフランスの聴衆に好まれ彼の代表作になったと言われる。オリー・ブクの成功はすぐに明らかとなり1884年までにパリだけで400回も上演され国外でも数多く上演された。ベルリオーズは大二幕の見え賞の中に この作曲家の完全無傷な傑作を見ていた。オペラ誌を表した DJ グラウトは本作はオペラコミックの完全な技量を発揮した作品でフランスのオペラコミックの作曲家たちに絶大な影響を与えたと解説している。長竹義之は本作を洒落ていて魅惑的な作品。イタリアのオペラブッファの作曲家がこれほど フランス的に洗練され、ブッファの持つ泥臭さ,さを全く脱して遮断な音楽を書いたのは信じがたい。音楽的には、最後が、少々あっけないのが惜しいと評している。英国初演は1829年2月28日に、イタリア語で、ロンドンのキングズ劇場で、モントシレ、カステリ、クリオニ、デ、アンジェリス、ガッリラの出演、式は、ボクサで行われた。 米国初演は1830年12月16日に、ニューオリンズのオルレアン劇場にて、サンクレール、パラドール、ルシャン、プリバーラの出演にて行われた。日本初演は1976年6月25日に、東京郵便貯金ホールで、小高忠明の指揮、佐藤真の演出、還元楽は、東京フィルハーモニー交響楽団、合唱は、東京カンマーコーアで、 東京オペラプロデュースによって上演されている。ナダルによるポワルソン原作はピエール・アントワーヌ・ドラ・ブラースの編集による伝説集で典型的な公職貴族でトゥレーヌに住んでいたとされるオリー・ハクシャクの話である。ピカルディ地方に伝わる中世のバラードをもとにウジェーヌス・スクリーブとドレストル・ポワルソンは1816年に 高色なオリー伯爵の女変歴を元にした一幕物のボードビルを描いた。オリーは実在の人物で、そのドンファンブリは18世紀後期に人気のあったバラッドの題材となった。しかし、この伝説はそのまま、リブレットとして使うのには短すぎたため、原作の内容を大二幕に当て、オリー伯爵がまんまと恋に成功しかける、大一幕を継ぎ足すことにした。 本作においては、ランスへの旅から転用された音楽が異なった状況で巧妙に再利用されている。その例は以下の通りである。第一幕フィナーレは、ランスへの旅から14人の無伴奏合唱によるコンチェルタアートを使い盛り上がりを演出しており、第二幕の乱暴のアリア、この人ざと離れたの音楽は、ランスへの旅の滑稽な早口での歌唱を、 制服物語に変えているなど、転用による、同一音楽のイメージを変える工夫も凝らされている。前奏曲3分、第1幕1時間10分、第2幕1時間10分初演で主役を務めた、ヌーリー舞台は1200年頃のフランスの片田舎にある、フォルムティエの城。フォルムティエ伯爵は部下を引き連れて、聖地エルサレムへ十字軍として出征。 彼の妹で低粛で慈悲深いアデル伯爵夫人は、話、し、相手のラゴンド夫人、次女たちと共に、彼らの帰りを待っている。聖地エルサレムに出かけなかった貴族の一人が、若き伯爵オリーである。彼は、教育係の目を盗み、アデル伯爵夫人に言い寄ろうと、隠者に変装して、縄文の外に住んでいる。そしてその住みで、人々の心の悩みを聞いて、 助言を与え、そのお礼として、果物やワインを受け取っている。オリー伯爵の腹心で、宝刀仲間である騎士乱暴は、隠者の関心を引こうと薬器になって群上がってくる、村娘たちや農夫たちを裁くのに苦労している。四活目らしい自助頭のラゴンド夫人がやってくる。ラゴンドは、十字軍に遠征に参加した兄弟の帰りを、今か今かと待ちわびている。ラゴンドは、 人々の群れが楽しげなのに、自分の女主人アデルが沈んでいるのを見かねて、あのジ者にアデル伯爵夫人の相談にも乗ってもらえたらと考える。ネグラから出てきたジ者は人々を祝福し、すべての人の望みを叶えよう。娘たちには結婚相手を見つけてあげようとかなり怪しげな説教をする。のだが、ラゴンドプ人はジ者に願い事をする人の列に加わる。 インジ者は、ラゴンド夫人の残悔を弔問し、アデルをはじめ上の夫人たちが、男たちが十字軍遠征に出かけて、留守の間、定説を守ると誓いを立てたということを聞き出す。インジ者は、彼女の女主人に会うことを承知するが、自分の住まいで、娘たちをもてなすことの方に興味がありそうである。アデル伯爵夫人を演じた、サンティダモローオリー伯爵の若い故障いぞりは、 アデル伯爵夫人に恋焦がれている。イゾリエは、オリー伯爵の教育係と一緒に登場する。教育係はジ者を不審に思って、懸厳そうであるが、イゾリエはここ一週間ほど姿を消している自分の、主人の居所を探ろうと説得する。村人たちと話をし、仕入れた情報から、ジ者の蘇生を、オリー伯爵であると見破った教育係は、応援を頼みに行く。 他方、忍者が、自分の主人が変装していることに気づかず、イゾリエは、忍者に、すっかり浸水し、自分は、白爵夫人に恋をしており、巡礼の二層に変装して、城に忍び込むつもりだと打ち明けてしまう。忍者は、イゾリエに手を貸すと約束するが、その計画を、自分のために利用しようと、密かに心に決める。 アデル伯爵夫人がやってきて沈みがちな気持ちを訴えると隠者は恋こそがあなたの心の癒しだと処方する。この助言にハッとした彼女はすぐにその気になりイゾリエに自分の気持ちを打ち明けようと考える。隠者はあの子小イゾリエは女たらしのオリー伯爵に仕えているので危険だと忠告する。隠者が伯爵夫人にうまく接近できかけた時、 教育係が入ってきて、隠者の化けの皮を剥ぐ。アデル伯爵夫人もイゾリエも、彼の正体を知って恐れをののくと共に自分を恥じる。二日後に十字軍が帰還すると聞いて、オリー伯爵は、その到着の前に、もう一度城に侵入しようと計画を立てる。2017年のオペラコミック座での上演時の、上系伯爵夫人と次女たちが、 変装した、オリー伯爵の噂をし、縫い物で気持ちを沈めようとしている。突然嵐になり、城の外から女巡礼の一段の悲鳴が聞こえてくる。女巡礼たちは、オリー伯爵に追われているのでかくまってほしいと訴える。伯爵夫人は女巡礼たちを中に入れる。女巡礼の一人が、伯爵夫人に直接礼を述べたいという。その正体は、 変装したオリー伯爵で、アデルと二人きりになった途端、自分の気持ちを抑えられなくなる。アデル伯爵夫人は、ミルクと果物を、この、巡礼の客人に振る舞うよう命じて部屋を出ていく。城の酒蔵に入った乱暴は、ワインを何本も持ち出してつましい食事を盛り上げる。誰かが近づくと、酒盛りの騒ぎはすぐに、経験な成果に変わる。が登場し、 十字軍が、真夜中に帰ってくると知らせを持ってくる。ラゴンド夫プ人から、白爵夫人が城にお止めしている、徳の高い方々にもそれを知らせようと言われたイゾリエは、主人オリー・ハクシャクのやり方をすでに心得ており、女巡礼たちが偽物だと見抜く。アデル・ハ爵夫人に気に入られた一心で、イゾリエは、オリー・ハクシャクに罠を仕掛ける。オリー・ハクシャクが、 アデル伯爵夫人の元に不意に忍び込もうとしたとき、イゾリエは、アデル伯爵夫人の寝室の明かりを消して、自分が彼女のベールをかぶり、自分は超椅子の上にいるからあなたは後ろに隠れて、くださいとアデル伯爵夫人に言う。暗闇と伯爵夫人の声に惑わされて、オリー伯爵は、イゾリエに近寄る。そこへ、ラッパの音が鳴り響き、十字軍の帰還が伝えられる。 イゾリエは、正体を表し、アデル伯爵夫人の手を借りながら、打ちのめされた、オリー伯爵をこっそり外へと逃がす。そして十字軍の騎士たちが人々に迎えられ、賛美の歌が歌われる。ロッシーに、ありがとうございます。